さん、こんばんは。やっほー、お疲れ。10月もよろしく。かわいい、ありがとう。今日は座ってるよね。座ってるよ、ほら見て、体育座りしてる。かわいい、ありがとう。くもくも、ありがとう。よろしく。10月はちょっと今のところイベントが10月19日だったかなの福山のフェスっていうか、なんかイベントと、あとは愛媛の10月6日にある愛南町ってとこであるお祭りくらいかな。福山のそうハロウィンイベントはあります。あ、明日は、確かに明日ね、明日もありますよ。公園ないかな。公園は今のところね、なさそうですね。明日なんか10月な気がせんかった、全然。なんかまだ全然10月って感じせんのんやけど。暑いから、暑いよね今日。暑かった、なんかめっちゃ暑くてびっくりした。夏だよ。30度、うん、超えてるね。暑すぎ。あの秋がないんで、だんだん秋がなくなってるんですよ。あの夏秋冬じゃなくて、夏秋冬みたいな。秋は一瞬でどっか行く。ありがとう、ありがとう。鼻だれ？わ、鼻だれ。鼻だれって次なんだ。10月5日は出ないから。ちょっと公演の予定がないや。わかる、ありがとう。結婚してくも、ありがとう。千秋楽って来ないのかな。千秋楽はいずれ来ます。まだ来てないだけで、千秋楽いずれ来ます。11月、そのさ、東京の花だれが終わるまではないんじゃない？10月の目標か。まあ、寝すぎないって言うかなと思ったんですけど、多分いっぱい寝ちゃうので、ありがとうございます。
を買う。服買いたい、決めきれん。11月7の花だれは多分出ないかもです。わかんないや、ちょっとわかんないまず何も聞いてない。ありがとう。スケジュール管理どうしてるの？大変ですよ、スケジュール管理は。もうなんか本当にここは絶対に入れたいっていう予定とか、まあ、歯医者とかそういう予定は本当にもう先にマネージャーさんに言って、でもかぶっちゃったらまあもうずらすんですけど、なんか結構予定入れるの結構難しくて、なんか賭けで入れます、いろいろ。なんかまあこの日はどうだろう、今のところ入ってないから入れてみるかみたいなだからさ、当日が一番、今日は休みだからなんか入れれるとかだったらいいけど、なんか予約系ってなんかそうはいかないじゃないですか。ギャンブラー、マジでね、賭けで入れてます。リアルお話し会も難しい時が、でもね確かにね、先の予定出るもんね、もう何ヶ月も先の。ありがとう。でもこれで本当にソラハがいっぱいご飯とか誘ってくれるんですよ、あの LINE で。舞ちゃん明日空いてるとかって誘ってくれるんですけど、本当に予定が合わなすぎてマジで何回も断っちゃってて、今連続でもう申し訳なくって、すごい行きたいのに明日仕事だとか結構重なってて、そうなんか合わないんよね。そうなのよ、気まずい。全然気まずくなることはないですよ、気まずくなることはないけど、そう合わないの。8周年コンの予定は予定通り。そうだよ、8周年コンサートはでも3月20日4月5日と6日からは動きませんやっぱり8周年コンサート何月何日ですはないです。大丈夫です、絶対に変わりません。もう会場を抑えてありますね、はい。延期？分からん、延期になる、分からんね、分からんけど、それは分からんけど、あのやっぱりこの日にしますはないです。なくなる、なんか延期とか中止とかは分からんけど、そんなあの急遽なことは知らんけど、わかんないよ。だってさ、なんだっけ、なんかのコンサート延期になったよね。なんだっけ、5周年コンサートか延期やったっけ。5周年だったっけ。なんかね、そうそう、コロナ時期はありましたよ。結構みんながコロナになっちゃった時に、さすがにちょっとできないなってなった時はありましたし、何があるかわかんないんで、そうありました、ありました。ありがとう。チケット先行予約いつ頃だろう。まだ先なんじゃない、来年のことだもんね。4月5日6日ってさ、私誕生日の次の日、なんかあのこの間フェスの時に告知させてもらった時に気づきました。4月5日6日
結構あれですね、情緒不安定の時期です。もう誕生日、いや半年先なんですよね、その8周年コンサートが。もう告知が早すぎて。そうなんです本当に。もうすぐ。ありがとう、このペンライト。ハートも。今年もあと3ヶ月か。私なんかさ、行事事があんまり好きじゃないからな。やだーやだよー。なんかクリスマスからの正月とか本当に得意じゃない。ファンイベント年内あるのか。うわー、これね、やりたいって言ってるんだけどね、タイミング的にね、うわどうだろう、わかんないんですよね。今週末初めてエステのライブ行きますと思ったら中村さんがいない。中村がいる時も聞いてくださいお願いします。ギリギリあるか、年内イベント。いやその瀬戸内でもやりたいっていうのはまあ言ってて、でもそのちょうど秋に東京いるから、まあ帰ってきたらできるのかな、でもわかんないなぐらいです。またちょっと ありがとうございます。でもまだわかんない、わかりません。東京であるか。いやでも私どうなんだろう、稽古期間は稽古って感じなのかな。私もちょっとさ、こういうさ、こう稽古期間ガンっていうのが初めてなんで、どういう感じかも分かんないんですよ。そのなんか前のアイドルズの舞台は稽古期間じゃなくって、全然自分たちの活動しながらちょこちょこ東京行って合わせたりしてて、なんかこうがっつり撮られてた感じじゃなかったので、分かんないんですよね。あんまり稽古ってオフあるのか、え、分かんないんですよ。ねえ分かんない、そのオフあるのかな、どうなんだろう、全然分かんない。その舞台の感じはよく分かりません。ラーメン、ラーメン行こうかな。あ、共演者の人会ってないね。まだ会ってないです、うん、どうやろう、ちょっとよくまだつかめてない。本当にあの乗り越えないとって感じで、はい、
今東京じゃないよ、今は広島。ありがとう、いつもありがとう。そう、バレエミュージカルです。なんかね、バレエミュージカルの話はめっちゃ前の前々から聞いてたんですよ。まだまだじゃなーとか思ってたんですけど、早く来ました本当に早かったです。もう迫ってます。不安、うん、不安すぎ。なんか STU からもう一人ぐらい誰か出てほしい。一緒に一緒に仲間をなんか多分私さ、なんかいろんなとこでさ、こう結構こうなっちゃうんです。ハートありがとう。バレエと言ったら、アンピアンピ、あれノアピってバレエやってたっけ。なんかノアピっていろいろやってた気がした。バレエもやってたのかな。あとね、もうやめちゃったんだけど、3期生の子いたよ、バレエやってた子。ありがとう。沖ちゃん家に泊まりに行こう。え、沖ちゃん家？沖ちゃん家まだ一回も行ったことないよ。東京の沖ちゃん家だよね行ったことないです。入れてくれるのかな。どうだろう。でもちょっとおきちゃん家まで行くのがちょっとあの大変だから、おきちゃんが来てほしいあの私さ、あのホテルもなんですけど極力出たくないんですよね、あの外に。あの何ですか、割と引きこもるんで、あの出てきたくないんで、おきちゃんが来てくれないかな。呼びたい、おきちゃん来てにしたい。東京散策？うわ、一人じゃできないな。なんか私一人まるまる全然平気なんですけど、一人東京散策結構厳しいかも。うん、なんかもう、うん、分かんなくなりそうだな。だし、うん、なんかの時に池袋に行ったんですけど、池袋の駅のとこになんか池袋のパルコがあるんですよね。で私なんかお洋服をね
まあ、買いたくって、まあ、東京とか行ったらもういっぱいあるじゃないですか、いろんな種類のブランドとか。だからお洋服見たいなと思ってパルコンとか行ったんですけど、入り方が分かんなくて諦めた入り方どうやって入るんかなって分からんくて、あの入らずに帰りました。あの目の前まで行ったのに、なんか入り口が分からんかったよね。入り口あるやん。え、そうなの？あ、どこに入り口あったのかな。なんかよくわかんない。あそこむずい。え、むずいと思う。結構複雑だと思う。なんかねよくわかんないんだけど、どっから入るんだろうと思って、あの諦めたんだよね結局なんか見ずに帰っちゃった。入り口はあるけど出口はないのさ。一生パルコだ。一生パルコです。パルコっていろんなところにあるからすごいよねいっぱいあるパルコ。駅とつながってない。え、そうそうそう、駅とつながってんの。もう訳わかんないから、あれ何がみたい場所。夢の国夢の国に行きたい。なんかもうずっと行ってないんですよ、あのユニバとかも、なんかこうなんですか、遊園地系の場所、ここも行ってない。行きたい。一人は無理。最後に行ったのいつかな、高校生かな、高3、夢の国は高3です。なんで何年前だ、6年7年前ぐらいもうでも多分その頃とは仕様が変わってるからどうやって行くか分かんない。修学旅行じゃない、卒業して、高校卒業してぐらいのタイミングで行ったの。卒業、え、そうそう、卒業が決まって多分2月とかに行ったんかな。3月が卒業式で、2月ぐらいって多分なんか自由登校でもう結構休みが多いんですよ。だから確かその時に行った気がする。STU になる前、制服ディズニー、あ、そうそうそう、制服ディズニーしたよ。あの普通に学校の制服着ていった。卒業旅行や、卒業旅行はパス しなかった。あー、パスしませんでした。全然行きましたよ。クラスメイトと、そうそうそう、クラスメイトの子、2人で行った。あの高校3年間同じクラスでずっと仲良かった女の子がいたんだけど、その子と行きました。写真残ってると思う。なんか学校の制服着てるからなんとも載せがたい写真だからさあれなんですけど、塩太陽の子、寿司の子、そう塩太陽の寿司の子。
私のルームでは塩対応の子って通じてる。ありがとう。まあ、ありがとう。塩対応でもそんなに最近感じんけどね。たまーに連絡取ります。もうその子ぐらいだな。やっぱなんかさ、どんどんさ、メンバーじゃないや、周りがさ、クラスの子とかも社会に出たらさ、なかなか連絡取らなくなったりするよね。友達が減ってく？減ってはないよ。ただ連絡する頻度がね、ちょっとね、あんまりになったりしますよね。まあしょうがない、普通のことですよね。いつしてありがとう。結婚式呼ばれたら10万くらい用意してね。あら、なんか割り切れる数字ってダメなんじゃないんですか。まあ割り切れた方がさいいかもしれないけど割り切れる数字ダメなんでしょ。私結婚式行ったことないけど、なんかそれはなんかこのルームで知った気がする。11万高すぎ？え、分からん。ちょっと待って、私のなんか感覚高くない？ 9 万も高いよ。え？高いよ。全然高いよね。感覚わかんないけど。3万ぐらい？3万だったら取り分1万5000円ずつです。そう、3万。割り切れるよ。山分け方式。取り分って何？え、取り分じゃない。ありがとう。半々なのが優しい。そうでしょ。割るな。じゃあ割らないようにしないと。一つになるのに山分けはあかんや。お金は一つになっちゃダメですよ、絶対に。絶対ダメでしょ。え？お酒じゃない。お財布はね、一つにしちゃダメです。財布は別々。お財布握らないのか。え、私なんかやだな。わかんない、どうなんだろうね。知らないけど。ちょっとよくわかんないけど、握りたくないな。
別々派なんだ。わかんないよ。まゆちゃんからお小遣い渡されたい、今月は3万よみたいな。少なすぎだよ。いやいや、嫌ですね。私はなんか、マスオさん、あ、でもなんかマスオさん小遣い制ですよね。え、そうだよね。波平もそう、あ、波平もそうなの？船さんが管理してるんだ。野原ひろしも、え、そうですよ。野原ひろしさ、あのミサイが管理してるけどさ、多分野原ひろしさんはさ結構稼いでるんですよ。お金をけどさ、あんまりお小遣いもらえてないんだよ。なんか少なかったはず。なんかさ、ミサイさんが結構厳しい。うん、ありがとう。野原ひろしね。自分でへそくり作ったりするね。え、そうなの？でもなんかひろしは優しいみたいな、なんかそんなさ話を聞いたことがある。なんかミサエさんが野原ひろしさんのあの給料1ヶ月分をなんかなくしちゃったみたいな、けどなんかひろしはまた稼げばいいんだみたいな、すごいなんか優しいみたいな、そんななんか話があった気がする。有名な話だよねこれ。いい、ありがとう。丸ごとなくすってすごい。まあ確かにね、どこ行ってきたんやって。振り込みじゃないのかなって。落としたの、え、よくわかんない、落としたのかな。家持ち尊敬するって、確かにね。確かにローン、ローンなんじゃない、何年ローンとかの家。35年ローンなんだ。35年ローンってことはさ、例えば私が今家買ったとして35年ローンだったらさ、60歳でお金全部返るってこと？そういうこと？みんな大体そう。あ、そうなんだ。
一軒家がいいの？いや一軒家別にもうなんか何でもいい、私家なんかねあんまりねこだわりなんもないよね。この今住んどるところも私が決めたんじゃないよ、お姉ちゃんが決めたんよ全然自分関わってなくて、そうそう、マンション、マンション、マンションでも何でも。あんまないかな。あ、そうコンビニとかなんかが近いのがいい何ですか、うん、あんまり遠出したくないんで がいい、コンビニが近くがいいスーパー、まあ、スーパーでももう何でもいいや、なんかなんかお店が近くにあったら何でもいいかな、ね、何でもいいかもしれません。うん、あと気にするのはなんかそうですね、収納があればいいかなみたいな物いっぱいあるんで、はい、収納があればいいかなぐらい。田舎と都会はなんかわかんないけどどうなんだろうね、どっちも多分良さがあるしどっちもデメリットもあるだろうし、ありがとう。いい、ありがとう。なんかさ、でもお店でさ、うわ家の近くにいっぱいこれ、なんか住む前はね、わこれあるわこれはあるわ今度行こうとか思ってたけどさ、そういう近すぎるとこほど意外と行かなかったりするんだよね、ご飯とかなんかなんでかわかんないけどめっちゃ家の近所にあるのに行かないみたいな。なんかいやコンビニとか別でなんかそうご飯系とか、ありがとう。いつでも行けるかもっていう気持ちなんかな。なんか意外と近くにあればあるほど行かなかったりする。なぜでしょう。いい、ありがとう。外食するよ全然。
めちゃするよ。一人でも結構するかな。お姉ちゃんとも行くけど、家の近くに二郎あったら行かなくなるの。いや行くんじゃないそれは。わかんないけど。うわー、二郎が家の近くにあったらもうやばいだろうな。本当に行くんじゃないかなそれは。どうだろう。でも最近食べてないの。我慢、結構我慢してる。だって帰りとかにさね、二郎の香りがさ香ってきたらもうふわーってなる。二郎太るか、いやなんかむくむかな、うん、結構塩分が多いと。あとね、あれニンニクが、いや気にするかな、ニンニクの匂い。うん、ね、ニンニクを入れなければいいって思うじゃないですか。ニンニクなしで頼めばいいじゃんって思うかもしれないけど、もうスープが多分ニンニク入ってるんですよ、もともと結構。なんでニンニクなしにしても多少なりともニンニクの香りします。撮影の合間に二郎行ったよ。でもなんかどうしてもなんて言うんですか、ラーメン二郎は行ってみたかったんですよね。でもその後取材でもうめっちゃ自分で食べたくせに自分で気になっちゃって、取材が終わった後に実は二郎食べたんですけどなんか匂いましたかみたいな言ったら、え全然ニンニク匂わなかったですよみたいな言われて、本当ですかっていうなんかすごいめんどくさいやつみたいな会話して自分からカミングアウトして本当ですかとかってめっちゃ疑って、それお世辞じゃないですか、本当ですか、すごいめんどくさいですよね。気使ってくれてるんじゃないか、確認。ありがとう。ニンニクね、そう好きなんでね。羽キュウに、めっちゃ言われたことある、嫌な記憶が思い出さんようにしよう。お姉ちゃんにめっちゃ言われたことある。松屋で二郎っぽい牛めし始まったみたい、その名も松郎。ねえちょっと気になる、行きたい。二郎っぽい牛めしって何なんだろう、背脂が乗ってるみたいな感じなのかな。
松郎いいな、食べたい。味こそ、え、私味濃いの大好き大好き大好き、背脂も大好き。え、もやしとか乗ってるの？いや想像できない、全然。牛飯なんでしょ。ちいかわの二郎系？え、ちいかわの二郎系あるよね。でもめっちゃラーメンの話ばっかりしてあのちいかわの二郎系あるんですけど、結構お高めだったな、値段が。なんかで見たよ、1600円ぐらいした気がする、小ラーメンでも。そう、なんかちいかわの二郎系ラーメンがあるの。なんかちいかわのアニメで二郎系ラーメンが出てくるんですけど、結構なんかちょっとお高いなと思って。あ、コールはなさそうな気がした。え、コールあるのかな。え、ガチ二郎なの、あれ。当たらないから店入れない。え、なんか抽選とかあるの。え、なんか結構モリモリな感じだったよ。ノベルティーついてくる。えー、そうなの。食べたら。それはまあするね。だったら全然当たらない。え、なんか行こうとしてる人いる。え、そうなんだ。え、私も行きたい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 。事前申し込み制。へー、そうだよね、混雑するもんね。パルコ、え、パルコにあるの。だ、どこのパルコですか。あ、渋谷のパルコなんだ。そうなんだ、パルコか。池袋は入れないからどうやって入るか分かんなかったから。すごいね、伏線回収したね、パルコ。すごい。渋谷、え、私渋谷のパルコがどこにあるのかわかんない。渋谷のパルコってどこにあるんですかね。全然わかりません。そんな詳しくないから。渋谷はあの109しか行かないから。わかんないんですよ。わかりません。入れないよか、嘘。109、おきちゃんと、しかも全部おきちゃんと109。全然わかんない場所は。ちょっと109から近いんだやっぱりね、ギャルに憧れて。お決まりはちょっとね、ギャルに憧れて109に行きがちなんですよ。面白い女ってすごい掛け軸。ありがとう。ああ、いいやん。タンスがちょっと映っちゃったわ。キャー。
ロイヤルマッチのテレビ CM、 もうめっきり通せロイヤルマッチもなんだけど、なんか私すんごいいっぱいいろんなゲームの広告が流れてくるんですよ。なんか何ですか、こう最初広告が流れて、でそしたら今度なんかそれを一回ちょっとだけ試しにやらないといけないみたいなのがあって、でそれでこうスキップみたいなのができるんですけど、なんかそればっかりしてたらなんかだんだんそのゲームが取りたくなってきて、でも私ここ何日かでアプリ7個ぐらい入れて、でなんかピザ作ったりとかもう無料でずっとねひたすらね広告を何回も見てピザ作ったりとか、なんか鉛筆をこうビャーってやったりとか、あとはなんか飲み物をこう同じ色に入れるやつとか、もういろんな広告ゲームばっかりしてて本当に、うん、全部もうしょうがないなって、全部アップデートじゃないけど、アップロード、なんだっけアップロード、あダウンロードして、で自らやってるんですよ。兵隊みたいなの、あれじゃないの、ババ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 、どっちに行くかみたいなやつ違う？もういっぱい出てくるの。あとはなんかなんだっけな、よく見る、よく見るよね。あとはね、なんか魚をいっぱい食べて大きくなるみたいなやつとか、あとはなんかトランプのソリティアとか、もうめっちゃ出てくるの。でも全部見るたびに撮ってたらもうすごいことになって、おすすめはなんか鉛筆作るゲーム本当に無心でやる、キー切ったり、めっちゃわかる、キー切って売るやつでしょ、キー切りに行くのカンカンで、なんかそしたら今度稼いだお金でいろんななんか機械とか、あと人雇ったりしてどんどん大きくするのとか、あとはなんかお肉借りに行ってお肉売るゲームとかめっちゃ広告で出てくる。わかる、この多分みんなさ誰か見たことがあると思う。そう、シロクマをなんか倒してお肉にして売るゲームとかいっぱい出てくるの。卵売るゲームもこの間なんかね、そう広告出てきて あとホテルの清掃するゲームとか、なんかあとはね、何だったっけな、うわ何だったっけな、ゾンビと戦うやつ、うわそれ何、ゾンビは私ちょっとあんま出てこないかも。広告にめちゃくちゃ、もうやばいよ私ね、この流れでロイヤルマッチハマったから、58分だよ、やばい大変、ちょっと壇上呼ぼう、ヨッシーさん、ウマちゃんさん、あ待って、壇上変わった、あ待って、マサさん、どこよさんお花ちゃん、サムさん、南波のひさとさん、うまちゃんさん、くまねパパさん、ダレンさん、きのぺこさん、がんばレッドさん、考えなしさん、太郎くんさん、東京のスワンさん、1位はドルドドン、福ちゃん丸さんでした、ありがとうございました。実はまだお風呂に入っていないので、私はこれからお風呂です、お風呂タイムだ、いやー、皆さん10月もよろしくお願いします。明日は水曜日です。おやすみなさい、また明日。トリックアトリート。ハロウィン、ハロウィン。10月だよー。
また明日お疲れ様。